一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるがな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。カカシ、全部を一人でやろうと思わないこと。カカシ、あまり焦らないで。一人ずつ確実に。ああ、分かってるよ。くそ、思った以上にやりやがる。援軍が来る前に全部片付けるよ。了解。なんだこいつ、普通の忍びじゃねえ。ガキ風情という認識を改める必要があるが。すぐに行ける。ほんと数だけは多いね。カカシが疲れてきているな。無理もない、この数を相手にしているのだから。岩の忍びを舐めるな。ハズレだ。これでも食らえ。完了だ。目覚め、お前は選択。次、とどめを刺し損ねてか。全滅完了。大丈夫カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、
それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ、少年たちは懸命に走っていた。